はい、今日は日野町の特集やったんですけども、ちょっと紹介しきれなかった日野町のいいところ、いろいろありますけども、私このダム、ダム気になりますね。ダム、はい、なんでしょう、せっかく、なんでしょうね、これせっかく自然の多いところ行ってるのにコンクリートみたいっていう、ちょっとおかしいですけど、ダム気になります。あとサラダパン気になってますんで、ぜひ、行った時はお邪魔しますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。